前作からのカタカムナをアップグレードということで、非常に私も知らなかったことをたくさん丸山先生お伝えしてくれてます。そしてわかりやすいです、とても、ちょっと具体的に言いますと、これなんですよ。歌い、日の歌い方を学べるということなんですけど。はい、もうすごいです。はい。びっくりしております。正直なところ。はい、こんにちは。カイロベーシックの古谷です。 本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございますさて本日の動画ですけどもこちらの DVD のご紹介でございます奇跡の医学カタカムナ DVD ということで今回の講師ですけどスーパードクター丸山信弘先生でございますはい。 えー、もう丸山先生はですね、えー、もう皆様よくご存知だと思います。はい、えー、仙台の丸山アレルギークリニックの医学博士の先生でございます。えー、もう全国各地からあたくさんのですね、患者さんが 殺到している先生でございますけど、まあ、ありとあらゆるです、ね、症状、まあ、アレルギーはもちろんなんですけどもありとあらゆる症状のためにですね改善させたいためにです患、ね、者さんがたくさん押し寄せてられる先生でございます。はい でこの丸山先生なんですけどもあの皆さん多分ご存知なのはですね、まあ、電磁波対策ということでおそらくですね、まあ、ドクターの資格をお持ちでなおかつ電磁波対策をしていて、まあ、臨床でその方法をお話しされている方っていうのは私が知っている中ではもう丸山先生しかいないんじゃないかなというふうに思っております。 はいえー、まあその部分でまあもう電車対策の第一人者といっても過言ではないんじゃないかなというふうに思います。 はい、でその丸山先生なんですけども「まあ、電磁波対策のほかにもですね、えーまあ、今回の「カタカムナ」であったり、まあ、弊社の方で DVD 出してますけども出していただいてますけども「おとことのかじり」であったりとか、まあ、あのエネルギー的なもの、まあ、もっと言えばスピリチュアル的な部分でですね、えー、非常にいろんなことに取り組まれて研究されている先生でございます。 はい、まあ弊社の方でもね、えー、いろいろ、こう丸山先生の教材シリーズとして。えー、まあ、出させていただいてですね。えー、まあ、いろいろ、お、話していただいてるんですけども。今回はですね、まあ、カタカムナをテーマにして、お話ししていただいております。うん、で、今回いろいろちょっと、こう、お話ししていきたいと思うんですけど。とね、話すことたくさんあるんですよ。 ですので、えー、まあ今回は凝縮してですね皆様に分かりやすくお伝えしていきたいなというふうに思っておりますはい、まずは一つ目ですね、えー、前作からのカタカムナをアップグレードということで実はですね今回のカタカムナの DVD なんですけども二作目まあいわゆるカタカムナ2の DVD になるということなんですねそして一作目なんですけども もしかしたらちょっとこの辺り出てるかもしれませんけども、えー、治療科のためのカタカムナということで、えーまあ、カイロベーシックの方はですね、えー、もともとまあ生体とか治療科の先生方生体性骨髄の先生方に、えー、教材販売をしている、まあ、会社なんですけどもおまずは治療科の先生にカタカムナをお伝えしようということで、えー、前作カタカムナ。 ね、DVD 出させていただいたんですけどもお、まあ、丸山先生がその中でお伝えされているのはどういうふうにカタカムナを使って治療科の先生が患者、まあ、さんに結果を出していくか。 患者さんの体を改善させていくのかというところにフォーカスしたものでございますもちろんカタカムナの内容とかも非常にまあまとめてですねお伝えしていただいているんですけど今回のカタカムナ2、まあ、いわゆる奇跡のカタカムナ DVD はですね、えー、アップグレードって書いてますよねこれどういうことかと言いますとですね、えー カタカムナ、今回これ見られている方、カタカムナのことさっぱりわかりませんという方でもわかるように、まずは基本のカタカムナって何から始まります。三、はい、分の一ぐらいはそれぐらいに入っています。ただ、基礎編といえども、非常に私も知らなかったことたくさん丸山先生お伝えしてくれています。そしてわかりやすいです、とても。はい、それがまず入っています。で こにアップグレードって書いてますけど前作、えー、例えばアチロカの先生の中で第1弾を持っている方でも、えー、むちゃくちゃまたわからないことというかあ知らないことがたくさん今回もまたアップグレードで、えー、入っております。うん、ですから、えー、当然ながらワンよりも進化している内容でありなおかつ基礎部分もですね非常に知らないことばかり。 の部分をですね、知らないことの部分分を丸山先生が保管しててかりやすくく伝えてくれてま,すまあもう今回の「2」を見ればもう分かってしまうというか「1」も全部入ってしまうような感じでございます。はいまあ、対象がね前作は治療科の先生にフォーカスしましたけど今回は当然ながら一般の方誰でも手に取っていただけますしもちろん治療科の先生も使える内容でございます。 はいまあ、とにかくもう万人の方にカタカムナもう日本人全員にこのカタカムナのことを分かっていただきたいので、えー、今回は対象はもう全ての方あーですね一般の方どんな方でも主婦の方でも違う仕事をされている方でも手に取っていただけるものになっております。はい、ということで前作からアップグレードしてますよということです。 そしてちょっと具体的に言いますとこれなんですよ歌いの歌い方を学べるということなんですけどこれ歌い方と読むんですね、はい、普通の,あの歌を歌うんじゃなくてこの,この歌の使い方っていうのは詩とかですね、はい、ポエムの方とかを歌うときにこの字を使うらしいんですけども今回この歌日の歌い方を学べるということなんですでこの歌日って何かということなんですけど えー、古代カタカムナ人がですね文献に残しているものなんですけどもカカタカムナ歌というものがあります、はい、これ80種、80種類ですすね80種あります、はいでえー、実はこのカタカムナ歌碑の中に隠されているとか、まあ、秘密というかあそういったものまだまだ解かれていない部分いっぱいあります。 私も実はこの「カタカムナ80首」全てもうあの読んでですねえいろいろ字を追わしていただきましたけどもあこれ不思議だなぁと思うことがいっぱいありました文章の中で。はい、で今回はですねその「カタカムナ歌詞」まだ謎にいろいろ包まれているこの「カタカムナ歌詞」をですね、えー、この歌い方っていうのがあるんですよ実は、はい。これはですね えー、前作にはなかった部分です。はい、この歌い方に実は秘密というか、あ、まあ手法というか、丸山先生がこの部分をすごく解き明かしてくれております。はい、まあこれはね、まあ詳しくは DVD 見ていただければと思うんですけどもお、この部分はですね、ぜひ知っていただきたいですね。はい。 えー、唱え方とといいううのがやっぱあるということなんですよねもちろん、えー、とどんな唱え方でもお当然ながら伝わるのは伝わると思うんですけどもやはりそのお効率的に、えー、ちゃんとね、えー、伝えるっていう方法やっぱあるので伝え方っていうのはやっぱりありますので今回その部分で、ね、すごくう、まあ、フォーカス。 していいる部分でございます、はい、当然ながらこれだけではなくてですね「もっとカタむな」っていうものを、えー、多角的に、えー、多面的と言っていいですかね、はい、もうアプローチして丸山先生にの読み解き方。 えですね。そういったものを今回は公開してくれてますので、本当ね深い深くてですね、これね何回見てもスルメ的に非常に面白いんじゃないかなと思います。あ、今回はこの視点で見てみよう。今回はこの視点で見てみようというのができるので、はい、今回非常に深い理由になっておりますので、ぜひねこのも見ていただければと思います。まずはこの歌い方を学べるというところをちょっとお見ていただければなと思います。はい。 そしてこの3つ目ですね。地球と人間の脳と母音ということで、今何が何だか分かんないですよね。これね。地球と人間と脳と母音ということではい、えー、これ実はね。共通してつながってるんですよ。はい、この母音っていうのは日本語の母音と思っとってください。はい、1個一個ちょっと説明します。まず、地球と人間の脳ですよね。 実はです、ねえー、と地球というのはですねまあこの自然すごく自然に満ちた地球がありますけども全てのこの地球の土地であったりとか、まあ、自然ですねそういったものから周波数というもの、まあ、振動ですよね周波数波が出てます。 はい、全てのものっていうのはあ実はですねこの地球のその周波数自然に満ちたこの地球の周波数っていうのを、えーまあ、解いたというかあその周波数を割り当てた人というかあ見つけた人がいるんですね。はい、その方を シューマンさんって言います。ドイツの方です。はい、シューマンさん。シューマンね、シューマンさん。このドイツの方がシューマンさん。この方が地球の周波数を見つけたんです。それが7.83ヘルツという周波数でございます。はい。まあ音でもお皆さんよくご存知の電磁波も全部周波数があります。はい。 でシューマンさんは地球の周波数を見つけましたよとでそのシューマンさんの名前を取ってシューマン派って言われますもしくはシューマン共振とも言われますしシューマン共鳴とも言われます。はい まあ言われ方いいろいろありますこれはあの使う人によって変わってくると思うんですけどちなみにですねこの共振ってどういう意味かというと響き合うことなんです、えー、例えば私があ同じヘルツを持って何か発信するとですね、えー、この、えー、と地球と地球の周波数が同じですから自分の周波数と向こうの地球の周波数とですねこの土地の周波数と合いましてですね、えー 共に触れ合うんですね。共に触れ合うと、その大きさがどんどん大きくなっていく。まあ、シナジーと言っていいい、まあ、いいのかわかりませんが、あ、とにかく触れ合うことによって共振するんですね。そして、その力が大きくなると、まあ、いうことなんですね。まあ、これね、ちょっと細かく言い始めると、あれなんで、えー、ちょっと割愛をさせていただきます。と,とにかく共振っていうのは、そういうこと、まあ、共鳴も同じようなことです。はい。で。 えー、実はですねまあ地球にはそういうものがありますよというんですけど人間の脳これね実は脳波でございます。脳波でございまが。脳って書いてますけど私脳波の意味合いです。でこの脳波脳波はこれはあ今もういろいろ検査器で測れるんですけども実はですね、えー、人間がリラックスしてウトウトとしてちょっと目が覚めてるか覚めてないかぐらいの時。 シンプルに言うと、その時ちょうどこのぐらいなんですよ。7.83Hz、まあ 8Hz ぐらいだと言われております。で、緊張すればするほどこの数字がどんどん上がっていきます。15、20Hz とか 25Hz とか、すごい上がってきます。ストレス状態になってくるとそうになってきます。あのよく皆さん アルファ波とかベータ波とかあると思うんですけどアルファ波はこれに非常に近いものです 8Hz がちょっともうちょっといた部分ぐらいで 20Hz ツがその大きくなってくるとベータ波というふうな形になってきますまあこの脳波ですね、はい、で人間がリラックスしてボーっとしている時がちょうどこの地球と同じような感じのヘルツになるということなんですはいここまで OK ですか はい、そしてこれですよ。今回はこの母音が非常に重要になってくるんですね。日本語の母音、これ母音って皆さんわかりますよね、えー。まあもうズバリこれです。あいうえお、これ母音でございます。はい。例えばカタカムなのか、これを取り出すとこうなりますよね。ローマ字で書くと、はい。でカーっと伸ばすとあーになりますよね。 ああになりますよねこれ母音でございます、はい、そしてですねもう皆さんこれ知ってる方はよくご存知だと思うんですけどこの母音の周波数もこれなんですよ、はい、すごくないですか全部つながりましたね、うん、で、ここからは私の考え 個人的な考えですので、えー、これ皆さんそれぞれ考え方がありますので、えー、これ押し付けはしません。これあくまで私の考えなんですけども、7.83ヘルツにこれまあいわゆる共通する部分があると。つまりですね、日本語の母音の部分をっていうのがあ7.83ヘルツになるのならば、日本人っていうのはいつも地球と同じような 調和され、まあいわゆる地球の自然の状態とうまく調和していけると。日本語っていうのはそういう部分で非常にこう密接に関係してるんじゃないかということです。日本語を喋るたびに地球と会話してるみたいな。わかります？調和してる感じですよね。はい。で共振し合ってるんですよ。日本語を使えば使うほど地球と共振し合える。 非常に稀な民族そして言葉なんですよ日本語ってはいそういうことなんですだから母音ってとてもまあ重要というか地球とつながってるとそしてこれです人間の脳波もそうなんですつまり日本語っていうのは使えば使うほどそしてうまくその母音っていうのを使っていると人間の脳波も落ち着いてくる っていうことなんですね。はい。で、今ですね。これちょっとこ私これこっからはもう私の個人的考えです。地球自体がですね。今いろんなまあ電気電気は便利ですよ。ダメって言ってません。電気はダメじゃなくてすごい便利なものです。ただし、それがたくさん増えてきて、例えば Wi-Fi も周波数があります。電気いっぱいあります。で電磁波というものがあって。 それがたくさんたくさん使われて過度に使われてそれがいろんな工作をし始めるとすごい周波数が高くなっちゃうヘルツが高くなっちゃうんですね入り乱れてる状態ですねそうするとですね人間の脳波はいっぱいそれが満ち満ちてると人間の脳波もすごく関係してくる可能性は なきにしもあらずということなんですね。まああのこれあの WHO でちゃんと分かっていることですけども、あの携帯電話を耳の横でずっと使っているとあまりよろしくないよというようなことっていうのは WHO が言っていることですから、はい。ということはやはり何かしら脳波と影響があるということなんですね。これはまあ言われていることでございます。はい。ただ日本人はこのボイ使えますから。 えー、ちゃんとその高まったものを落としていけるんじゃないかなって私は思ってるんですはいですからこの母音実は今回「カタカムナ」でこの母音の部分っていうのをむちゃむちゃ丸山先生説明してくれてます丸山先生がなぜこの母音にものすごい、えー、今回話してくれてるかっていえばこれがあるからなんですね。 で、この内容っていうのは、丸山先生、あの内容、もう皆さん知ってるだろうという。多分、観点で喋られていると思うんですけれども、これは私が、話していることでございます。はい。ただ、この母音については、めちゃめちゃ今回話してます。なおかつ、この歌碑の歌い方、実はここがポイントなんですよね。これを今回は、DV ーの中で、めっちりお伝えしてくれてます。はい。 なんでそうなのかっていうと今日の私が喋ったこのことがあるからなんですこれがベースにあって先生はこの母音が大事よと丸山先生はもっと深めてこの母音の部分っていうのをお話しされていますそして歌い方をちゃんと研究されています。はいということなんですよ。私今日これ話したかったのは丸山先生はこれを分かった上でこの今回の「カタカムナッツ」を出されているということなんですね。 はい、ということで、ね、ちょっといろいろお話ししましたけどもあまずこのに「地球と人間の脳と母音」っていうのはこれ全部つながってますよということはちょっと理解していただければなと思います。はいということで、えー、次ですね「カタカムナを唱えてみた」ということなんですがもうなんかねこれから唱えるんですがはい唱えてみたっていう感じになってますけど今からですねちょっと私の中でワンマ私の唱え方になりますそして私の使い方ですね はいえー、それでちょっとかわ体が変化するかなと、はいえー、ちょっとそれを「カタカムナ」で体が変化するのかなということをちょっと一回検証してみたいと思いますのでぜひね見て頂ければと思います。どうぞははい、えー、それではカタカムナを唱えてみましたということで今からですね、えー、カタカムナを唱えさせていただいて。 えー、体が変化するかっていうのをちょっとやってみたいと思います、えー、今回、えー、丸山先生に、えーまあ、教えていただいたものを私の中でまたアレンジメントしまして、えー、まあ強調部分というのをちゃんと自分の中でメリハリを持ってですね、えー、唱えさせていただいてですね、えー、体が変わるかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思いいますはいえー、今からやること全て初でございます。 はい、本当にどうなるか分かりませんけどもお,おそらく私の中では変化は必ずするだろうというふうに思っておりますはい、じゃあ今の状態ちょっといろいろ見ていきましょう皆さんにも分かりやすいようにちょっと説明していきたいと思います はい、えー、まずはですね、えー、あすいませんまずはですね、えー、足のこう,こう上げ下げこれ一番分かりやすいんでねちょっとやっていきたいと思いますまず右足からいきましょうかちょっと力そのまま抜いといてくださいね私上げますはいちょっと待ってくださいねズボン引っ張っちゃうねはいよいしょこの感じですはい右はこんな感じ、はい、次左いきますよいしょ ちょっと左重いです。で、この感じです。はい。もう皆さん分かる通り、右足の方が上がりやすいのが分かったと思います。はい。今こんな感じ。多分何回やっても一緒ですよ。重いです。ほら、こんな感じ。<laughs> 重い。はい、こんな感じでございます。はい、それからちょっとね、次はね、分かりづらい検査なんですけど これはね、どっちか言ったら、盛大の先生とかがまあ、たまに使う検査ですね。はい、えー、膝の足の屈伸の検査でございます。はい、えー、ちょっと何も近い入れなくていいですよ。はい、そのまま私押していきます。こうやっていきます。もうそうするとね、差が出てるんですけども、こっち引っかかってます。いけないですこっち、硬くて。はい、今ちょっとね、差が出てますよね。左、えー、ごめんなさい、右足の方が、あ お腹の方に近づいてます。だけど右左足の方の膝の方は全然行ってませんよねはい前から見ても多分わかると思いますこう言ってもねほらこっち硬いもう行けないですはいこんな状態ですはいそしてですね次はあ今度はちょっと本人との対話をちょっとしたいので えー、力比べをちょっとやってみたいなと思います。まあ、ちょっと反射も混じってるんですけども。この状態で、こっち側の方に近いってくださいね。はい、一の三でいきますからね。はい、すみません。はい、一の三。はい、いいですね。反応は結構いいと思います。これは。はい、じゃ、あ今度こっちいきますよ。はい、同じように一の三でいきますよ。はい、いきます。一の三。これ、これだめです。もう、あの。維持できないです。もう一回いきますよ。一の三。 はい入れてます。<laughs> もうあのこっちで支えないといけない状況になっております。こんな状態になってます。なんか左の方がバランスおかしいなということですはい。やはりあの左右差ってえっ、ー、ともちろんね体ってあの非対称な部分あると思います。臓器だって非対称ですから。はい。ただこの差はちょっと広がりすぎなんじゃないかなと。 やっぱバランスを失っているので今からですね、肩タカムナでチューニング体のチューニングをしてみて、えー、揃うかどうかっていうのをちょっとやってみたいというふうに思いますはい、えー、これ今からやる方法は私独自の方法ですこれはもう皆さんいろいろ自分で応用して考えてみてくださいはい、丸山先生は丸山先生のやり方をされていますのでねはい、ではやっていきます 酔い回りてめくる胸やこと青のすへしで形先空にもろけせ言えぬをはえつえほ本かたかむな たまか玉のかみむすびたかみむすひかみむすひみすまるのたま」。 や田の鏡ナカミはい、えー、ということで、えー、今ムナの方 行いましたけど、えー、おそらく、あの、ご存知の方は、何種を途絶えたのかって言うのは、あ、分かってられると思います。はい、まあ、これね、えー、言い方ですね。言い方であったりとか、あ、どこの部分を強調するのかとか。あ、そういった部分っていうのは、D. V. D. の方を見ていただければ、丸山先生はっきり、えー、詳細に伝えてくれてますので、そのあたりを。確認していただければと思います。まあ、あの、私のオリジナルもだいぶ含んでますので、えー、まあ。あ ちょっと問題があれば体には変化しないかもしれませんのでこのあたり検証できると思うんですけど今から検証していきたいと思いますはい、まずは右足の方ですねではそのままで、えー、こっちはそんなに悪くなかったと思いますはいでもむっちゃ軽くなってますちょっとこれ変わってんじゃないかなはい まあここはね分かりづらいかなと思うんですけどそして今度左足ですねはいいきますよはいもうすごいですはい分かります <noise> 多分今本人おって気づいてると思います <laughs> あれっていう感じになってると思います変わってますよね はいあ,ありがとうございます <laughs> はい <laughs>、はいはじゃあ次いきますよこれねすごいねやっぱりパワーははいじゃあちょっといきますよもう時間抜いてくださいねもうね揃っちゃってますはいほら 私、ほんと近い出ませんよ。ほらもう全然です。揃っちゃってますよね。変わるんですよね。すごいね。音の作用を母音の作用だと思います。もちろん肩カタカナのパワーもあると思うんですけど、はいじゃあ次ですね。これ両方やりましたけど、また同じように12。3でいきますよ。はい、123えオッケーですね。もうこれはもう変わりません。さっきこれ持てませんでしたよ。はい、いきますよ。はい、いきます。12。3。 わかりますか。はい。いいですよ。すごいいですよね。いきますよ。一二の三。はい。入れてます。<laughs> もうあのこっちで支えないといけない状況になっております。はい。いきます。一二の三。わかりますか。はい。いいですよ。はい。全然もう一回いきますか。はい。いきますよ。一二の三。ほら。<laughs> はい。オッケーです。はい。ということで。えー もう歴然ですよねで、プラスえ治療科の先生はですねこのカタカムナの唱えるのとプラス主義をしてもいいと思いますはい、えー、私はカタカムナでをえ唱えながら治療している先生も知ってます、えー、やはり効果が高いということで、えー、カタカムナを歌詞をつぶやきながら手術されている方いらっしゃいます で効果もやっぱ抜群ですんで、えー、改善率が高いということで採用されているそうなんですけども、えー、まあ、とにかく主義の先生はそういう使い方をすればいいですしまあ主義がわからない方でもこうやって体に影響を及ぼすのはこれ間違いないことですのでぜひね使っていただければと思いますはいカタカムナ唱えてみましたいかがだったでしょうかはい私効果にちょっと うびっくりしております正直なところおやっぱりあれほど変わるんだなと思いました、はい、で今回は4つう歌詞の方を、まあ、伝えたっていうか、えー、伝えたんですけど、えー、と伝えてる時私の中ではも無です、えー、と何も考えてませんただもう伝え唱えるということだけに集中して。 いますけども歌い方に関してはまたね先ほども伝えたとおり丸山先生の方での方ですごく詳しくお伝えしてくれてますのでその辺り確認をしていただければなというふうに思います。はいということで、えー、今回この「カタカムナツ」の方なんですけど特典がいっぱいついております。はい えー、もういっぱいカカ「カタカムナカタカムナ」っていっぱい書いてますけど、えー、ちょっと一個一個伝えていきます。まずカタカタムナ昭和集ということで今回ですねセミナー中に、えーまあ、何度も、えー、丸山先生がカタカムナあを唱えられてます。はい、で、えー、その部分をですね切り取って、えー、音源にしております。 はい、えー、まあそれをおまあ,あマネルっていうこともできますし、えー、音を流すでもいいと思います。はい、ぜひね、えー、これ活用していただければなというふうに思います。まあ DVD の方でも中で流れてるんですけど、中でこうマネムスでやってるんですけども、えー、それね、まとまってる方がね、使いやすいかなと思いまして、えー、集めてみました。これは音源でデータになります。はい。 それから「カタカムナ48音図」ということでもう皆様ご存知のとおり「カタカムナ48」えー、まあ日本語と同じ数だけあります。はいえー、図形とそれからその図形が表す日本語「あ」であったり「い,い」であったり、えー、っていうものを今回この1枚の紙にまとめております。はい、えー、それを貼っておくとっていう場合に、えー、まあいつでもこう見れると確認できると。 いうものでございます。まあもう基本中の基本ですよね。はい、えー、これ活用していただければと思います。それからカタカムナガーゼハンカチ第7種ということで、えー、第7種の方はですね、えー、あそうそうマカタマのですねから始まる種でございます。はい、えー、第7種をカタド入って,、えー、履いているハンカチでございます。はい、これリアルの 動画とか音声ではなくてリアルの特典プレゼントでございますそれからねこれなんですよ「カタカムは第7種ずらし」っていうのがねあるんですけどこれね DVD の最後ら辺にセミナーの最後ら辺にご説明されたんですけどこれがまたねものすごい深いんですまあ DVD の中で見てくださいもう内容。 カタカムナがありますけども丸山先生の方で少しそれをずらしてますずらすっていうのはちょっとねこうなんて言いますかカタカムナ自体の図形がこうずれてるんですよね。 はい、でずれたらダメなんじゃないのっていうふうにこれねカタカムナ研究されてる方もね絶対それはいじったらダメでしょっていうふうに皆さん言われることもあるかもしれませんけども丸山先生はやはり進化させてるのでそのあたりっていうのはちょっとご了承いただきたいんですけどもとにかくちょっとずらしてこうカタカムナの図形を少し変えてます。はいで 私ね、これ実は真山先生内緒でというか、勝手にというか私これ周波数を測りに行きましたこの第七種、ズラシが書いている紙を周波数のところ、その測る計測機械の上に置いたんですねすごい値が出ましたはい、すごい値です測ってる人びっくりしました何。何ですかこれって言われましたあ、カタカムなんですけど、これちょっと違いますよねって言われましたはい。 えー、すごいパワーがあると思います。周波数の機械で「もそれは分かりました、はい、こカタカの第7出らし」ということで、はい、これもおこれもリアルかなデータかち,ちょっとこれリアルですかね、はいえー、お渡しします。はい、それから「リアル臨床動画」ということで、えーまあ、丸山先生も日頃からね えとカタカムナを使って、えーまあ、臨床されてるんですけども、まあ、診療されてるんですけども、えー、その風景をお4名様分のお臨床動画っていうのをお実際にこの丸山アレルギークリニックの中で、はい、実際に本当に体がお悪い方 モデルさんじゃなくて本当にリアルの臨床を撮影させていたただきました当然ながらここの場所じゃなくって、えー、ちゃんとクリニックの中に入って、えー、本当にもう足引きずって来られる方とかいろいろいらっしゃいましたけども今回その動画撮ってますで実際にカタカムナを唱えてどうなるかっていうのをちょっと今回は撮っていますはい結構圧巻の動画になっておりますんで、はい、期待してください。それから 人気商品の特別価格購入権利ということで今回このカタカムナ関連商品の人気商品の中で3つセットにして皆様に特別価格の購入権利この DVD を購入された方に限ってですねこの特別価格で購入できる権利をプレゼントさせていただきますただしこのの特別価格購入権利いいうのは300名様限定でございます。 先着でございます。はい、ですから、この動画見終わった後、すぐにもうあのー、購入できると,ところだったらまだありますので、購入できるんであれば購入できますので、えー、もうなかったらごめんなさいでございます。詳しくはページの方を見ていただけなくなっていれば、もうあなくなっちゃったんだなと思っていただければと思います。はい、あのー、通常料金では買えます。はい。ですが、今回の特別価格,価格の購入権利は300人限定ですので、そのあたりね。 はい、ご了承いただければと思います。はい、それからこれですよね。やっぱりねプレミアムセミナーご招待ということでこれ無料でついてきます。はい、丸山先生も超忙しい先生でございます。はい、診療もありますし、日々の研究活動もありますし、当然講演も。 はいえー、されている先生ですのでもう超忙しいんですけども、えー、1日、えー、セミナーの時間を空けていただきましたで、えー、今回の「カタカムナ」についてさらにですね、えー、もしかしたらいろんなもの飛び出すかもしれませんこれね本当に、ま、丸山先生のわ分からないんですよどういうふうになるかその時その時に応じて考えられてお話発信されますので、えー、何が起こるか分かりませんがとにかくカタカムナのおープレミアムセミナーっていうのを、えー 来年ですすね、ね、これは、ねはいえー、させていただきますそしてこのプレミアムセミナーですね、はいえー、リアルの場とそれと Zoom でオンラインで受講できるというふうに、えー、セッティングさせていただきますただし、えー、このプレミアムセミナー録画は、えー、録画録音は禁止ですなおかつアーカイブとかにも残しませんですからその時にしか受けれません、はいだからズームといえどもですね、その場にいていただければと思います はいまあ、ご自宅から受講することはできますけどもわざわざね、えー、とそのリアルで会場に行かないといけないというわけではありませんがその時間にはちゃんといていただければと思います。はい、ということでいかがですかこれもう本当素晴らしい内容だと思うんですけど今回のこの「カタカムナ」はいえー、もう前作でボリュームアップしてなおかつアップグレードしておりまますそして、えー、今まで公開されなかった歌の歌のい方も学べます。 はい、で私これ説明させていただきましたねもう2回目いいですよねはいそして、えー、この特典でございますはいもうプレミアムセミナーも皆さん受ける権利ありますので、えー、ぜひね今回の「カタカムナツですね、えー、まあ「ツーというふうに目打ってないんですけども一般の方、ねえー、まで、あ、対象として、えー、今回の DVD まとめられておられますのでぜひね、えー、カタカムナの方 内容受け取っていただければと思いますはいということで今回本日の動画最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました